名はブレンヌス。世界に変革をもたらさんと空想の海の虚無より生まれ試験なり。さあ、予言に示されしソードテイカーよ。私の問いに答えよ。準備はできているかご機嫌はいかがだろうか、ソードテイカーよ。今日はどの弦を弾かせるのをお望みで 俗世に生まれ変わらせたいなら、先に枷を外さなければ、決戦の舞台はそのうち現れる。予言に示されしソードテイカー。あなたは剣をしっかり握りしめているか。弦の鳴る音は無形なれど、私にとっては編み上げられる有形なもの。糸のように柔らかくて繊細でも、人を傷つけるものになり得る。 私とて常に無傷とはいかない。ソードテイカーの言うことにも一理ある。私も、気を安らげるべき時があってもいいのかもしれない。弦の振動により、無より優が発生し、そしてまた無に帰する。世界が震える弦の上を歩み、鐘の音が鳴り響くのを待ちながら。ん 剣の操り方に興味が。では、ここで一曲奏でてあげよう。んあ,あ、あなたって人は。んこれがあなたが言っていたストレス軽減の方法か。ソードテイカーの働きが必要な任務がある。今日なすすべては明日の礎。 決して軽視してはならない。任務が完了した。報酬のリストに過失がないか確認させてもらおう。ソードテイカーへのメールが。んピンクの封筒が挟まってるお帰りなさい。震えてた弦も静まったようで。よくやった。 剣を持つ資格以前に、精進が必要だと思われる。シーシュポスの試練のことは聞いたことがあるだろうか。私の思う最後の戦いも、押し上げても転がり落ちる岩のごとく、不安をかき立てる。委託が完了した。共に見届けよう。仲間たちが外旋してきた姿を。 ごとの弦が一段と張った。さあ、無カの怒りに直面せよ。やがて静寂へと帰らん。ふっ、諦めはしない。審判をくれてやる。これが、試練か。